バーレーン、日本にとんでもない発言する。日本と対戦することについて質問されると、勝ちたいと思っているが、日本相手に男らしく負ける方が逃げ出すよりは良い。フェアプレイであり続けたいと思っているし、僕たちはそうしなければならない。日本との対戦から逃げるつもりはなかった。僕たちに対するヨルダンのパフォーマンスや、もう一つの試合で韓国がマレーシアと引き分けたことについて、意図に立ち入って話すことはできない。いずれにせよ、僕たちは全ての試合で勝利することを望んでいる。日本は優勝候補だ。しかし、僕たちは努力する。イラクは日本に勝ち、ヨルダンは韓国と引き分けた。また、前回のワールドカップでサウジアラビアがアルゼンチンを破ることに成功したことも忘れることはできないと述べた。言葉からもわかるように、バーレーンは相当な気迫を持って挑んでくるはず。ここから先は負けたら終わりの一発勝負。大会前、日本は結構楽勝に優勝できるんじゃないかと思ってたけど、やはりそんな簡単じゃないですね。バーレーンも頑張ってください。でも最後に優勝するのは日本代表だ。日本の実力考えると負ける相手ではないけど、中東のレベルが上がってるのと、何より地元の声援がバーレーンを後押しするであろう。日本にとってはメンタルが一番試される気がする。バーレーンは決して格下ではない。今までどんなに苦しめられたか。純粋に試合が楽しみだ。バーレーンの言葉素晴らしい。これぞ日本でいう武士道です。日本も武士道魂で戦ってほしい。何か、清々しい気持ちです。バーレーンありがとう。2004年アジアカップ準決勝対バーレーン戦は打ち合いの末、辛くも日本が4対3で勝利した。また意外たくなるゲームになるのか。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録だけよろしくお願いします。